志願兵募集のポスター陸軍少年戦車兵学校とは、静岡県富士宮市にあった大日本帝国陸軍の教育機関である。機構部隊の拡充強化のため、14歳から19歳の少年が2年間かけて育成が行われた。教職員は1550名、延べ4004名の少年が学んだ。憲兵化を除く、各兵化は、兵家の中の一つである、各兵士となった。 これにより、従来は、不可能であった、砲兵対応不評連隊内の不評砲中隊長や連隊砲中隊長への捕食が可能となり、天下手続きなく、人事行政に断発力を持たせ、新兵器、新戦術に対応した、戦備、戦力拡大図ることが可能となった。戦車は、不評化戦車兵から、閉鎖機構兵となる、乗車機兵に、 不評出身者の補足も可能となる。低心兵には戦車も三方もあるが航空であったり、船舶兵には高射砲や野砲もあるが公兵である。等、従来の兵科の垣根をまたがるもの,の柔軟運用が可能となった。すべての車両における操縦、整備、燃料、戦術の研究、教育、行政は気候本部に一元化。一部はすぐに 関東軍特主演集に参加、マレーシ作戦、非党作戦等の南方作戦にも参加した、ありがとうございます。